せっかく国を伏せてくれたのに。正体丸見えですよ。はい、大楽の窓です。今回の話題、言いがかりはやめろ、東京オリンピックの明るいニュースを破壊する者たち。そして今回ご紹介するタイ人の声、中国を倒した、どうやったらあんな風に強くなれるのか、こういった話題からお届けしてまいりたいと思います。まずはこんな言葉からお聞きください。今まで世界卓球、そしてオリンピックでメダルをたくさん取ってきたんですけど、どれもが銀メダルや銅メダルで、日の丸をてっぺんに上げることができなくて、今日日本の国旗が一番上に上がって君が代を聞けてる時は、本当にアスリートとして誇りに思いましたし、最高の瞬間ですということで、まあこれはね、言わずもがな、水谷選手のね、言葉であります。卓球五輪代表のですね、金メダルを取った水谷選手であります伊藤美誠選手と共にですね、混合ダブルスで中国に勝った後の記者会見での言葉でありました。よその国ならね、まあこれは立派であり、なおかつですね、まあ当たり前というね、そういったコメントであると思いますけれども、今の日本ではね、悲しいかな。特にですね、有名人がこのような発言をしますと、目立ってですね、逆に褒められてしまうというね、そういう変な状況もあると思います。まあ当然ね、褒められて当然なんですけど、なんか特筆するような感じでですね、でもやっぱり私にしてもですね、これは立派だと言わずにはおれません。ところがですね、その後水谷選手がツイッターでこんなツイートをしたそうです。とある国から、丸ね、くたばれ、消えろとかめっちゃ DM 来るんだけど、免疫ありすぎる俺の心には1ミリもダメージない、それだけ世界中を熱くさせたのかと思うと嬉しいよというね、こういうツイートであります。水谷選手自らとある国と言っていますので、ここであえてね、私もね、その国を、国名をですね、言うつもりはありませんけれども、まあこんな分かりやすい話もないと思います。試合後に中国のネットではですね、台を触る、それからボールに息を吹きかけるなど、コロナ対策ルールに日本はですね、違反していたよ、なんてね、そんな批判の声も上がっていたそうですけれども、要は日本は反則負けだと言いたいんでしょうかね、よく分かりませんけれども、とにかく選手やコーチ陣がその場で指摘抗議したなら話は別ですが、これはね、単なるイチャモンということになると思います。まあ水谷選手が先ほどね、とある国と言った国と、このね、こういったね、中国ネットの批判の声と一致しているかどうかは私は分かりませんけれども、いずれにしても水谷選手は免疫もあって1ミリもダメージないと言っていましたけれども、なんかね、今ね、もうそのツイートは削除されたそうです。なぜかと言いますとですね、その水谷さんのツイートに絡んできた連中が現れたからではないでしょうかね、私はそのように見ております。その話がよそへ飛びして、またね、第三者に迷惑がかかってもいけないと、このようにね、思ったんではないでしょうかね。まあこれはですね、日本人だと思われますけれども、どんな言いがかりをつけてきたのかと言いますと、日本という国ではオリンピックの金メダリストまでもが平気で排外的ナショナリズムを煽るのですね。一体どこまで排外主義に侵されているのでしょうか。この国は心底情けなくなりますと、こんなこと言ってますけれどもね、何言ってるかよく分かりません。それからですね、もう一つ、オリンピアンでも差別を煽ってしまう日本、とある国とか恥ずかしい、俺の心にはと生きてる割にはやってることクソだせえなというね、こんな汚い言葉で罵っているような感じでやっておりますけれども、どっちが差別的被害者を受けていると思ってるんでしょうかね。もう本当に丸ねとかですね、消えろとか、まあそんなことまで言われている水谷選手でありますけれども、
まあこの連中は日本の近隣国が暴言や差別的な言動をしているということをバラされたくないということでしょうかね。ですからこうしてね、わけのわからない、それこそおかしいんじゃないのと私から見ればですね、言いたくなるわけですけれども、そういうですね、そういう疑いをかけられてもおかしくないような変なですね、理屈にもならないようなへりくつでぶつけてくるんでしょうね。はっきり国名を挙げて言えばよかったとでも言うのでしょうか。なぜここで日本人、まあ日本人であろうと思われるですね、そういう人格アカウントで発言して絡んできておりますけれども、排外主義だなんてですね、これ言葉の意味を分かって使ってらっしゃるんでしょうかね。そこさえも私はちょっとね、疑問であります。まああまり相手にしても意味がなさそうな連中ではありますが、せっかく中国に勝って金メダルに輝いた日本人選手に試合後早々にですね、罵声を浴びせるのはやめろと言いたいわけですよね。日本にいながら日本人が金メダルを取ったのがとにかくそんなに気に入らないということなんでしょうか。水谷選手もせっかくね、お国の名前は伏せてくれているのに、あなた方、そうですよね、先ほど日本人人格アカウントで罵声を浴びせてくるようなあなた方がですね、騒げば騒ぐほど正体が丸見えでどんどん恥ずかしくなりますよと、このようにね、私は言いたいと思います。ちゃんと自分なりのね、例えば考えがあって五輪開催には反対だよというね、そういう人たちもね、中にはいると思います。そういう人の意見は意見でね、私も尊重すべきだとは思いますけれども、先ほどのようなですね、意見は五輪をね、東京オリンピックの明るいニュースをただただぶち壊したいというね、そのようにしか私にはとてもではないですが感じられません。はい、ということでですね、こういうニュース、まあニュースと言いますかですね、ネット上で騒がれた事件がありましたけれども、せっかくね、水谷伊藤ペアの金メダルのニュースでありますから、今回はですね、これに対するタイ人の声を最後にいくつかご紹介したいと、このように思います。まずはネットでですね、こんな投稿が挙げられました。金メダル以上の喜び、日本が卓球大国で長きにわたり王座に君臨する中国を破った、水谷隼と伊藤美誠が混合ダブルスで日本の卓球史上初の金メダルですというね、こういう投稿がタイ人によって挙げられました。これにね、どんな声が寄せられたかと言いますと、隼はもう10年以上一線で活躍してきた選手ですから、ここに新たなペアが誕生という感じでもありません。でも美誠は卓球女子に現れた新星の天才ですと、こういう意見であります。それから次、私は純が若い頃から結婚して子供が生まれるまでずっと応援しています。中国を倒して金メダルを手にしたのを見て本当に嬉しいですというね、こういうコメント。タイにもですね、日本の卓球ファンが結構いるようですよね。はい、それから次、僕も左利きだからアイドルだね。ティモは年齢も重ねてきたけど、後期は若くまだまだ期待できますということで、この人も卓球やってるんでしょうかね、卓球選手なんでしょうかね。ですから僕も左利きでアイドルと言っているんでしょうか。はい、それから次、中国負けたね。彼らはメコン川を独占しやりたい放題だから、タイ人もこういう時に感情が表に出ますよねということでありますね。これは中国がメコン川上流でですね、中国領ではありますけれども、そこでね、ダムをバッカバカ立てて水をねコントロールしてしまっていると、そういうことがあるから、みんなね、タイ人のみならず周辺国の人たちは怒っていると、こういう状況があるんですよね。はい、それから次、ドイツとの試合はよく最後まで戦って勝ち抜きましたということでね、本当に接戦でね、勝って負けて勝って負けてということで、最後ようやく勝ったということですよね。これに返信、だから私は日本が好き、
日本人の規律と忍耐強さならまだまだ他にもたくさんありますよということで、まあ、そういう、ね、事例はたくさん知っているよということだと思います。はい、それから次、あの世界最高峰の中国チームに勝った日本はすごいということであります。それから次、彼らの足の筋肉をご覧なさい。太刀打ちできるペアはそうそういません、無敵です、とこんなことまで言っておりますけれども。はい、それから次の人、卓球は中国の独占競技のようなもの、それをああして勝つにはどうしたらできるのでしょう、ということでね、当然タイにも五輪代表ね、卓球選手が一人女性がいますからね、あれを見てやっぱりですね、どうしたらタイがいいんだろうということだと思いますよね。はい、それから次、中国は金メダル取りすぎ、他の国がどんどん取らないとダメです、というね、こういうコメントもあります。それから次、最後のコメント、香港も日本を応援していますよ、ということでありますけれども、その前にですね、水谷伊藤ペアがですね、台湾に勝っておりますよね。その時台湾では中継を見ていた人がどうもね、この人は賭け事をしていたようでもあるんですけれども、試合後にですね、頭きてテレビを叩き割ったと、そんなねニュースも日本のネットに上がっておりましたけれども、最後ですね、やっぱりこうして日本が優勝してですね、中国に勝って優勝したということになれば、やっぱり台湾の人たちもですね、嬉しんで喜んでくれるということになっているようですけれどもね。はい、ということでコメントはまだまだ続きますけれども、今回私はタイ人の声をご紹介しておきながら、自分自身ちょっと驚いております。確かにタイでも卓球台がですね、日本の温泉ならぬですね、プールサイドに置いてあったり、あるいは遊技場でもよく見かけることがあります。馴染みの競技であります。今回はタイ代表も先ほどもね申し上げた通り来ていました。そんな中で日本の選手がこれほど人気でタイ人から応援されているというのはですね、ちょっとですね意外でした。はい、ということで今日の動画はここまでです。皆様は今回の話題、そしてタイ人のコメント、どのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうか。ぜひ今回もまた皆様のコメント楽しみにお待ちいたしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、そしてベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。